開成館の初代館長でありまして、現在中山大学の名誉教授であることを表示するにつきましては、横浜八景島で、にお越しいただいて見学をしていただいたことがあります。またXパークが、開業する時にもいろいろなアドバイスをいただいたということで、大変感謝。中央大学是为一个高等教育人才培育能够跟 X Park 这个公司做的这样一个合作，我想是令人欣慰的。那讲述故事生物的生存、生态生活的公园，引导乌龟地区的民众去感受地球在海洋、陆地、天空的宝贵生物的资源，以生命生存演化的一个挑战。我觉得这样一个公司，它是为乌龟。它是有生命的一个公司。